アレックス・シュバーツァーはイタリアの陸上競技選手。専門は主として 50km 競歩。ビッピテーノ出身、職業は警察官であり、2005年2008年2010年における 50km 競歩、2007年1万 m 競歩のイタリア選手権優勝者である。もともとはビッピテーノのアイスホッケーチームに属していたが、15歳の頃、 中距離層の選手として、陸上競技に転向、その後 U-18 のジュニア選手時代に競歩を始めた。世界陸上競技選手権ヘルシンキ大会 50km では3時間41分54秒のイタリア新記録で、東波3位となり銅メダルを獲得した。2007年2月ロジニアーソルバイの競技会で3時間36秒04を記録して、 イタリア記録を更新するとともに、男子5 0トル競歩の7年世界ランキング1位に輝いた。8月の世界陸上競技選手権大阪大会2 0トルでは10位、5 0トルでは前回に続き3位に入った。2008年5月 IAAF ワールドカップ競歩5 0トルで2位。8月北京オリンピック5 0トルでは、 従来のオリンピック記録を1分20秒更新する新記録3時間37分09秒で投破し優勝、金メダルを獲得した。2008年9月5日、シュバーツアーはイタリア共和国功労勲章コンメンダトーレを受賞した。またカロリーナ・コストナーと交際関係にあったことが知られており、競技中に彼女の声援を受けている姿が伝えられていた。 北京五輪以降は振るわず、2010年、ヨーロッパ選手権2 0トルで2位になるも、5 0トルでは2009年世界、陸上選手権と2010年ヨーロッパ選手権で、立て続けに途中棄権、2011年世界、陸上選手権では2 0トルに出場も9位に終わる。2012年3月に2 0トルで自己新記録を出して、 復調の兆しを見せるも、7月ドーピング違反のため、連覇のかかったロンドンオリンピックは出場停止となった。シュバーツアーは、連覇が重圧となり、大きな過ちを犯したと述べた。ジョルジョ・ナポリターの大統領とシュバーツアー、アレックス・シュバーツアー、ありがとうございます。